ヒカキンゲームズ。踊り狂っちゃえ、ついにこの時が来たぞ。ビヨンハロー YouTube、 ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンです。ラックをご覧ください。いや、ずっとクシナだね、こうラック上げてたんですけど、ついに98まで来ました。降臨キャラの中で最も強いと言っても過言ではないこのクシナだ。これが運極になったらね、山竹毘沙門天、まあ、正直火属性以外のクエストだったらね、もう大体いけんだろうっていうキャラなので、この運極はかなり大きいのではないかと思います。というわけで、記念すべき運極へのクシナダやっていきたいと思います。はい、いつも回ってるパーティーはこんな感じです。これがね、一番いつも早く周回できてました。いきます、ゴー。もうスピードをね、こうシューフーンって倒します。いくぞー。もうウォッカがポイントなんだよね。本当にこの道中の雑魚を早く倒せるので、ボスまでがウォッカで早くて、でボス行ってからはもうギルガメッシュが大活躍。そう、昔までは寮までやってたんですけど、途中からね、あれこれギルガメッシュいいなと。で、結構さらにここ最近、卑弥呼がね、すげえいいなっていうのに気づきましたね。今までこう、ワープもね、アンチ重力バリアもないんで、ちょっとクシナダには不向きかなとか思ったんですけど、使ってみたらね、このクロスレーザー当たるだけでめちゃめちゃ強いってことに気づきました。よいしょ。そう。で、SS は、ボスのラスト。で、卑弥呼はね、重力バリア確かあそこないので、あそこで撃つ感じです。はい。あー、来た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 。ウォッカ炸裂。ウォッカ強っ。これ、遊撃ウォッカとかだったらもっと早いだろうね、多分。このウォッカ何食べてんだろう、過激と、あ、過激か。過激とじゃねえ。ウォッカ。はい、オッケー。で、卑弥呼。下攻撃していこう。はい。いけ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 。ねえ、もう最近のゼロシリーズとかと比べると相当、こう、楽ですよね、周回が。で、唯一ちょっと嫌なのが、中ボスのスプリッツァーの進化系みたいなやつ。あそこが意外と危ないっていう、ね。なんか毒とか来るやつ。あそこ集中していかないと危ない。オッケーオッケー。あと、ボス1かな？ボス1が結構、強いかな？うん。もう最後までいければ多分、勝てると思うんですけど。ここがね、ちょっと僕、苦手です。ほら。龍馬だと多分ね、少しここ楽なんですけど。そう、ウォッカ。まあ、ギルガメッシュがいるとちょっとだけここが辛いイメージですね。はい。あ！そうだ、ワープだった。やべ、なんもできなかった。ウォッカで、はい、みんなに当てて、でイザナミ。ていうか、このパーティー重力バリアいけんのイザナミだけじゃん、今気づいたけど。で、それでも勝てるんだよね。オッケー。でギルガさん、これはいいねー。ハート残しておきたいな、これ毒とか食らった時にね。はい。とにかく、ウォッカ、ウォッカ、ウォッカ。あー、取っちゃう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 、取っちゃったから、からには、いけ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 。よし。で、次の運極狙うのは山竹かな。そうしたら、アバロンとかもね、いいですよね。運極、うまくでいけるから。今ね、山竹50くらいなんですよ。ラック。はい。ゴーゴーゴー。で、ギルガメッシュ。この辺でギルガメッシュ撃っちゃうのもね、ありなんだよね。あ、撃っちゃおう。もう撃たなくてもこれ突破してるかな。そう。どうせボスでね、使わないんで、ギルガメッシュ。というのも、往復した方がなんかね、結構食らったりするんで。はい、オッケー。オッケー。で、あと一時期ルシファーとかも入れてましたね。アーサーも入れてたし。ボス1でルシファー撃っちゃったりもしてましたね、前は。はい。ここがね、これがギルガメッシュだったらもう突破してるんですけどね、今。シャキシャキシャキ。お！剣が出た。本当はね、ギルガメッシュで取りたいんだけど。
取っちゃってる取っちゃってるで、ギルガメッシュで突破だね、これよし、はい、OK。 本当はここギルガメッシュ上の方に配置しとくと、あのボスでねサクサクっといけるんですけど、重力バリアあるからサクくらいしかいけないんですよね、ここで。ヒミコの位置がちょっとこれ悪いな、ちょっとヒミコ上の方に行きたい。はい、上の方上の方、よーし、 OKOKOK。 クロスレーザーが当たればいいんで、くっついてれば OK。 あー、いいねいいねいいね、はい、うわー、いい、84万、いいよー。ウォッカの方に、うん、やっぱね、ウォッカなんだよね、これ。ウォッカ外れるとね、一気にこう、雑魚とかの処理がきつくなるんで。はい。うわぁ、強い。あー、これもうワープしちゃってるから、なんとも言えないね。はい。んー、でもこれでくっついてるので、オッケーオッケー。ハート取りたいけど、まあそんな食らってないから突破で、よし、オッケー。で、イザナミ、ヒルナミ、あー、ちょっとこれ位置が悪い。あー、でも大丈夫か、ヒミコのクロスレザーが当たりそうなんで。こいつ強いんだよね、またスプリッツァー。ただ弱点がいい。はい、あ、ちょっと待って、ウォッカウォッカ、あー、次は、あ、まあ大丈夫だね、これ、ウォッカまでいけるかな、たぶん。ふいっ、ナイス。うん、やっぱこのパーティーめちゃめちゃ安定ですね。ウォッカ、オッケー、オッケーオッケー、モアイさんも撃破で、ウォッカ、これもヒミコだな。はい、うん、いいね。で、ここはとにかくスプリッツァーの処理をね。はい、むしろクシナダがね、連れていけないクエストっていうか、超絶クエストとかって、超絶だともうアシュラとイザナミくらいかな。それ以外って大体いけるよね。大黒天、ヤマタケ、毘沙門天、不動明王、ツクヨミがきついのか、ツクヨミきついね。まあでもだ、他のね、パーティーの中の他のモンスターが適正だったら結構いろんなとこ行けるよね。あー、これどう打とっかな。はい、3体ぐらい当たってくれ。あー、トライアングル、やっちまったよね。どっちか右が左に寄ってるとこういう風に全部に当てられるんですけど、そう、ここがね、龍馬だとここが苦戦するんだよね。 SS もうまく決まんなかったりで、龍馬始まりで来ると結構いいんですけど、あ、これイザナミか、これやべやべやべ、ギルガメッシュだと思ってた。はい、クロスレーザー、あ、いいね。クロスレーザーがやっぱ弱点に入るとすげえいい。して、ギルガメッシュ、ギルガメッシュはとにかくボス直で、弱点直で、よーし、往復すると190万とか確か出るんだよね。あ、ウォッカに当てたいから上から出ろ、いけ、あー、で、ここでもうウォッカ使っちゃおっか。待てよ、これどう使った方がいいかな。はい、これボス当たるよね。当たった、危ねえ危ねえ危ねえ。で、これでイザナミと、ここ当てたいな、全部に下からいけ。これで左でね、間行ってくれたらいけいけ。ああ、いった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 、オッケー、ダーン。さあ、ああ、いいね、左左、よし、これはこうでしょう、いけ。あー、惜しい、とどめはヒミコさんです。ありがとう、クシナダー、よーし、まあ、まだドロップしてないんですけどね
するでしょう。一応ね、このイザナミの運極パワーでいけるはず。あ、頼むぞ。いやもうね、クシナガゲットしてから1年、2年、どんぐらい経ったんだろうかね。さあ来い、運極クシナガ。あー、2個落ちた。それもありがとうございます。さあ合成しましょう。8分、あ、8分台だと僕の中ではね、まあまあスピーディー。オッケー、それではいきます。合成開始。はい、踊り狂っちゃ。えっ、キラー、超絶2体目ですね。よかった。これでね、今度ちょっと山竹を、クシナダで全力で回りたいと思います。で、ただ一つ残念なのが、クシナダの運極が、出来上がったことによりヒカキンをあんまり使わなくなりそうっていうまあそれほどね、クシナダ強いのでガンガン使ってね、他の超絶も運極にできるように頑張ります。このヒカキンゲームズ、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。そしてもしよければ他の動画もぜひ関連動画などからご覧ください。本日もご視聴ありがとうございました。バイ。